虎に育てられたという野生児ジャンは無敵の剣法銃剣と出会った。ジャンは劇獣剣ビーストワーズの剣士ラン、レッツと共に悪の獣剣、臨獣剣悪型と戦う中で正義の心を自ら見出す。そう、ジャンは獣剣戦隊壁レンジャーとなったのだ。だが恐るべき臨獣剣ジャンたちにさらなる危機が迫る。バカさん、すげー。でも猫で大丈夫なのか。牽制し合う伝説の使い手が相手とは恋しいぜ。お主は年上の者に対する敬意が足りんようじゃ。すっげすげえ猫助かりました、マスターシャフ。巨大な分身を出すなんてすごい技です。あれは特別な激技ですか。バイバイ分身剣、激を高め巨大な人型というか猫型に練り固めたのじゃ。僕にもその激技教えてください。私にもぜひ。俺もやる。だが今のお主らには無理じゃな。獣を心に感じ、獣の力を手にする剣法、獣剣。獣剣に相対する2つの流派あり、1つ正義の獣剣、激獣剣ビーストアーツ、1つ邪悪な獣剣、臨獣剣悪型。戦う宿命の剣士たちは日々、高みを目指して学び、変わる。操作で過激にガンガン行こうぜ、燃えよ明日を変えるために。激レンジャー獣剣戦隊激レンジャー。この大地刻んでる頃に今いざなわれ目を覚ます。激技を その2、わきわき獣剣合体。おのれ激獣剣め、無様ね、マキリカ。メレ様、敗北すなわち死。お待ちください、俺はまだ負けておりません。シャーフの首を抱えて必ず戻ります。すっかり臨機の失せたあんたがどうやって勝つ気なの。シャーフは伝説の剣聖よ。策があります。あれです。ダウンか。一応覚悟の味がする。いいわ、猶予をあげる。マスターシャーフ、どういうつもりですか。あなたは戦ってはいけない定めなんです。銃剣不当の誓いを忘れたわけじゃないでしょうね。ねあれくらい戦ったうちには入らんよ。にゃ。でもマスターに何かあっては困ります。臨獣殿との戦いは私たちに任せてください。そうです、ヤスとの戦いはこれからが本番です。あの、リオとの戦いは。リオ？臨獣殿を率いる首領の名前よ。臨在せよ、
地獄の亡者リーシーたち。リオは道半ばで死んでいった古代の臨終犬使いたちを秘術で蘇らせ手下にしている。今こそ存分に飢えと渇きを満たすがいい。強く強くなるために。臨終殿から人々を守るこれからの戦いはあなたたち激レンジャーにかかってるの。だからこそマスターシャーフ、僕に巨大分身の激技を教えてください。激ビーストなら僕はもう自由に操れる。だが人の形に大きく固く練り上げるにはどうすればいいか、その方法を教えてください。だからお主ら3人にはまだ早いと言うておる。3人こいつは部外者だし論外でしょ。え、根性一本やりの乱はともかく、僕はどんな難しい激技でもすぐに習得できる自信があります。ちょっとそれどういう意味。なあなあ、部外者って何。論外言ってる。根性の何が悪いのよ。根性だけじゃ敵には勝てないだろ。僕は技を使わなきゃいけないんだ。なのよ。マスター、ま、早いの何のと言っておれんかの。邪魔。よし、お主らにバイバイ分身剣習得への道を示そう。え、はい。それはじゃな、レツラン、二人でジャンに激獣剣ビーストアーツを教えてやること。は、いけよ。待ってください、全然意味が分かりません。こいつに何の関係があるって言うんですか。山は登ってみるまで、海は泳いでみるまで分からんもんじゃよ。のう、いけよ。は、リンジ無限レフト。無限劣化はあんたの細胞と血潮を燃料にして力を与える。ろうそくが自らを燃やして光を放つようにね。おえの細胞と血潮か、望むところだ。こそ基本、これをトレーニングドロイドロボタフ相手に1日1000回よ。1000回って10回の10回か。10回の10回の10回よ。日々の鍛錬でハートを鍛えるのよ。へえ、すまんね。飽きた、腹減った。こら、ちゃんとやるの。右左。ああ、うん、なんだそれ。何って、激粘着だ。ワキワキ、俺ワキワキってなった。俺もそれやる。こいつはただの粘着じゃない。センスのないやつには無理だ。激粘着やる。じゃん、初心者の君はまず基本から、じゃん。おい、あ、え、ねえ、なんだこいつ。大丈夫。待ちなさい。なんだよ、わけわかんねえ。あんなやつになんで教えなきゃいけないんだよ。知るかい。何が知らないの。室長、重役業はお腹減るのよね。行くよ。激技をマスターするには、はい、ジャンにビーストアーツを教えること、そういう話じゃなかった。あんな丈夫さだけが取り柄のやつ、何をどう教えたって無駄です。それは降参宣言。ん、替え玉。はいよ。激レンジャーにとって大事なことは何だと思う。ランはハートだって。列は技のセンス。列らしいわね。他にはもっと根本的ですっごく簡単なこと、好きであること、ビーストアーツをね。ジャンが激ヌンチャクやりたいって言ったんでしょ。だったらそこから教えてあげるのもありじゃない。まずは好きになってもらわなきゃね。ずっとやってるのよ。よっぽど気に入ったみたい。
った通りだ。センスゼロ。お前渡さないぞ。見てろ、激粘着に力はいらない。うわー、クンクンだ、すっげー。お、やってみろ。うん、お、できた。俺ワキワキだ、超ワキワキ。ワキワキって楽しいとか好きってことか。あ、お前らも劇中剣ワキワキか。もちろん、私も劇中剣大好きよ。ワキワキ。お前もか。当たり前。じゃあもっとワキワキしろ。ワキ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 。変なやつ。ワキワキ。ほらランもワキ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 。よし、劇中剣ワキワキ。人間どもの悲鳴を聞きに行くとするか。悲鳴のコーラスが俺の力を高めてくれ。どうしたのおちゃん。ゾワゾワだ。おい、ちょっと。ファンタスティックテクニック、激ブル。燃え立つ劇は正義の証し。純剣戦隊激レンジャー。せっかくだけど、私格下とは戦わない主義なの。リンシーズ、代わりに楽しんで。むしろマイナス。はい、はい、はい、メイン。激突破ロングバトン。はい、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 
テカレか。ダン、おい、あいつテカレかすぎる。僕にあのバイバイ分身剣ができれば。敵を除い、マスターシャフ、でもまだ何も教えてもらってないじゃないですか。これはお主だけじゃなくトライアングルで行う劇技じゃ。トライアングル、3人でってことですか。劇獣剣の真髄は真偽体のトライアングル。お主らにはその真髄が一つずつ宿っておる。真偽体、ランが心で、烈が技、そしてジャンが体だ。さっきまでのバラバラなお主たちでは無理じゃったが、今ならできるじゃろう。お主らが揃って持っておる気持ちを重ね合わせるのじゃ。揃って持ってる気持ち、何？わかった、ワキワキだ。赤獣剣がワキワキだってこと。そのワキワキを重ね合わせれば何かが起こる。よし、やってみようよ。感じるままに。やるぞ、あいつぶっ飛ばす。いきます。巨人を作るなんて。おお、これが操らなりの激技、バイバイ分身剣ということじゃ。見事習得。せーのでいくわよ。月こそ基本、魂込めて。せーの、はっ。銃剣合体ね。やつら意外とやるのかも。獣剣合体は劇獣剣劇技の中でも奥義中の奥義と言われたもの。よもやこの目で見ることができるとは。この劇獣フライ剣の前、寒涙にむせびらいております。ブー、勝手に出てくんじゃないわよ、このおしゃべり前。メレットの戦いに敗れて以来囚われのみの私でありますが、このように巨大船がある限り、私山越え海越えて、ついでにメレの胃袋からも飛び出して実況させていただく所存であります。激闘者優勢で進んでおります。いかがですか、解説のメレさん。うっさい、誰が解説よ。勝負はこれからよ。さあ、両者再び激突。ずっと負けたがずっき、お得な手段で反撃見せた。ずるいずるいぞ、マキリカ。鋭い球が激闘者に迫る。激闘者ピンチ、追い詰められた。そこだ、激闘者避けた。もう許せねえ。おっと、命拾いです。チャンスだけの方だ。決まった、激闘者の大きい。見事だ激闘者。激闘者何か取り出した。あれは何だ、手にしているのは激節光。敵粘着の要領だ。いけるな、ジャン。激撃だ。おー、は2本、しかしこの激節痕は3本の棒が合わさっております。しかし激闘者、この難しい武器を華麗に操っております。激しい攻めに合いだ。激闘者が競り勝った。敵技行くぞ。激
らしきものは必ず勝つ。歴史から見れば小さな一勝でも彼らニュートライアングルにとっては大きな一勝だぞ。ドッドいつまで喋ってんのよ。俺の求める強さにはまだ足りぬ。うっしゃわっきょだ。手続き完了。ジャンは身元が分かるまでうちの会社で引き取って、ランやレッツと同じ特別開発室所属のアスリートということにしました。レッツすげえ。ご苦労さん。違うでしょ、これだって基本は根性。センスが全て。いいから見て。俺は激怒弱。俺がやる。待てじゃん。じゃあよこせ。あの3人で銃剣戦隊激レンジャーか。この先大丈夫かしら。これから見えてくるんじゃよ、あやつらの道は。ほら、激チェンジャーには様々なアイテムが次元圧縮で内蔵されてるわ。変身スーツも激ヌンチャクもこの最先端の科学ポケットから取り出せるの。誰も。いただきます。人が何かを目指すときにはそこに必ず道が見えるさ。大胆不敵じゃん、バンバンぶつかってももわもわ知りたくなる、さらに強くなるために。その3、臨終バッファロー犬使いのギュウヤに対抗すべくジャンが授かった修行メニューはなんと雑巾掛けだった。次回、シオシオ掃除力フレッシュの中に修行はやだ。